アリレザ・サファール・ベイランバンドは、イラン・ホンラー・マーバード出身のサッカー選手。ポルトガルのボアビスタ所属。イラン代表。ポジションはゴールキーパー。遊牧民出身で、10代の頃に一人家庭を離れ、テヘランに移った。テヘラン移住後は、ホームレス同様の生活を送り、戦車などで生活費を稼いでいたという。2016年5月16日。 ペルセポリス FC と2年契約を結んだことを発表した。2017年には2021年まで契約を延長した。2018年4月、イギリス神が選んだアジア人選手ベスト52-31位にランクインした。2020年7月28日、ロイヤル・アントワープ FC と3年契約を締結したことが発表された。 2018FIFA ワールドカップを戦うイラン代表の本大会メンバーに選出された。本初戦のモロッコ戦を無失点で抑え完封勝利に貢献したが続くスペイン戦に敗戦。第3戦のポルトガル戦ではクリスティアーノ・ロナウドの PK をセーブする活躍を見せ引き分けに持ち込んだが勝ち点差によりグループリーグ敗退となった。手足が長く、 ダイビングキャッチや時に噛みかかったセーブをすることもある。また、強権の持ち主でハーフラインを余裕で超えるロングスローを放つこともできる。ペルセポリスロイヤルアントワープ、ありがとうございます。